いらっしゃい。今日はこちら、はま寿司に行きたいと思います。今回はくるくる寿司第2弾はま寿司に来ちゃいました。イエーイ。では早速注文したいと思います。お、取れる、取れるんだ。さて、おすすめ、あった、大喜利。まずマグロハラミ。お、すごい、これシャリ半分もある。たくさん食べたいからシャリ半分。二皿注文。ご注文ありがとうございました。こちらこそ、こちらこそ。ゆず塩か、これもいこうか。三陸産大切り銀鮭半分、二皿注文。ご注文ありがとうございました。どうも。ん、あとはこれか、ヒラマサ。うわ、じゃあシンプルに九州産大喜利初ヒラマサ2皿ゴー。ご注文ありがとうございました。どういたしまして。お、来た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 、銀鮭も来ました。これは頼みすぎちゃったかもしれない。ヒラマサ、久しぶり。ヒラマサです。このはま寿司さんのこの醤油5種類、これはちょっと検索してきました。いろいろありますけど、多分これが大きいから定番だと思います。ちょっと移動してください。これわさびと甘だれがついてます。見て見て、これ大切りマグロ頼んだのにトロみたいな脂が乗った、お腹が来ちゃった。ラッキー。いただきます。うん、これで100円？すごい、これは。100円とは思えない。めちゃめちゃ美味しいよ。続いて三陸産大切りの銀鮭いってみます。うん、やっぱサーモンと違って脂はないけど、この鮭の味がすごく美味しい。しかも結構血合いがついてたのに臭みがない、美味しい。続きまして、九州産大切りでかいです。活締めのヒラマサ。これヒラマサは久しぶり、名古屋では。九州にいる時はよく食べたけど、こっちではあまり食べない、食べない、出てないかな、市場に。たまに行ってみます。ドゥイオン。歯ごたえがすごくて、脂が僕の思ってる以上に乗ってて甘くてうまい。この大きさ、これ2貫分ぐらいじゃない、これ。お帰りなさいと。お、よいしょ。はまいい。で、なんかやってたよ。続いて、お、来た、特盛り炙り黒毛和牛とろ握り。
言っときましょう。一本アナゴすごいね、これ注文する。ご注文ありがとうございました。続いてつぶ貝、これ多分生炙り塩レモン、つぼ焼き風炙り、ちょっとこれ気になるな。大喜利を取りきました。店内炙り、あの、じゃあすっごいでっかでっかでっか、黒毛和牛うまそう。つぶ貝、うわー、この甘だれにわさびが合いそう。いや、これちょっと半分に切ろうか。うん、これが480円、安い。今アナゴ高いからね、この大きさ、しかも味がね、臭みがなくてうまい。続いて特盛り、見てこれ盛りすぎでしょ。特盛り黒毛和牛炙りトロ、わさびとレモン、お口に入るかな、お口に入るかな。すごい脂、うまっ、甘くてうまっ。続いて大喜利でかい、つぶ貝、ゆでつぶ貝を謝罪風に炙ったやつです。これはもう間違いないでしょう。後半サザエの香り、おいしい。続いて大喜利地中海、大トロ、大トロ、あ、炙りね、わさびのせ、これはじゃあ半分いこう、半分2個、半分。ご注文ありがとうございました。おお、すごい、来た、大喜利トロ祭り、イエーイ。まずノーマルの大トロいきます。チャ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 ン、間違いないですね。お口直しにガリを、うん、リセット。大人も子供も好きそうな味付け。続いて大トロ炙り、塩柚子かな、そのままいけそうですね。いっていきます。わお、やっぱりトロは炙りです。続いては大トロ粗切り本わさび、いってみます。まさに地中海、うまい。思い出した、ポテトフライがうまいらしい。どこにあるんだ、あった、あったぞ、めちゃめちゃあるぞこれ。うーん、バター醤油かな。これラーメン行こうか、ラーメン、めちゃめちゃ種類あるね。うわ、うどんも美味しそう。どっちにしよう、辛いのが好きだからこっち行ってみよう。あ、そうだ、カモがあるな、ここだけとか、なんかバイトの子がいた、これ行こうか。チーズハンバーグ、これは大好きそうです。でかっ、カモです。うわ、お弁当に入っててほしい一品。あ、おいこれを持って、はい、うわ、いい
負けない負けない、一気に来ちゃった。まあでもラーメン伸びちゃうからラーメンからいきます。うまい、めっちゃ辛い、うん、貝のこの出汁とね、この青豚の辛さがマッチマッチ。じゃじゃん、大好物です。これ辛いの好きな人になると食べれん辛さ。貝のこのね出汁とやっぱりこの油が合うね。さっぱりさっぱり、貝のコクがじわっ、ライスが食べたくなっちゃう。うまっ。うん、うん、飲み物だね。飲み物だね。止まらないね、本当に。お待たせしました、アイガモさん。いきます。アイガモ。うまい。これレモンが合うかも。アイガモにレモン合うかも。アイガモにレモン合うかも。カットしてね。ハンバーグチーズ。いきます。想像以上のハンバーグチーズです。うまい。次はエビ系もいってみようかな。これだ、エビ系。おいいね、これ炙りエビチーズ。きた、カキフライ。タルタルにしよう。きた、エビちゃん、いってみます。うん、うまい。二つも頼んじゃった、やりすぎ。来ました、大好物カキフライ。カキの季節到来。うん、顔にかかったレモンがでっかいよ、これ。わかるかな、この大きさ。サクサク、衣。牡蠣が大きすぎて1個で食べれないから2段にして食べちゃいました。美味しい。これの本日食べた中で今日一番僕が美味しいと思ったお寿司はなんとこちら。じゃん、一番最初に食べたでかいハマイ、大切りマグロのハラミ。これなんとこの分厚さ、大きさ、この脂の量で100円。うわ、食べて100円ですよ、これ。めちゃめちゃ、これ100円では食べれないです。いただきます。じゃじゃーん。うまい、甘い、でかい。で、終わるのはいいけどデザート食べていい？どうぞ。いいの？気になってたのはこれです。来たい。まだ回すんかい。もういい？はい、 OK。 秋の味覚最高。ということで今日ははま寿司さんに
美味しくいただきました。ありがとうございます。またどこかくるくる寿司行ってほしいとこがあったらコメントよろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないようにね。ではまた。おいおいおい、行きますよ。まだ待ってよ待って待ってよ待ってよ